近世における世界の一体化では、16世紀から17世紀にかけての世界が一体化する過程について研究する。16世紀には、ユーラシア大陸では、東から、アキラ、サファビリ朝、オスマン帝国の3つの帝国が定立しており、インドア大陸ではバーブルによるムガル帝国の建国、さらに、ロシアでは、モスクワ大公国が、ドイツでは、ハプスブルク家が、 それぞれの地域で台頭し始めていた時代であった。一方、早期にレコンキスタを終了させていたポルトガルを皮切りに西ヨーロッパ諸国は次々と大西洋へと乗り出していった。1492年のコロンブスのサンサルバドル島到達、1498年のバスコダガマの希望本到達はこれまでの貿易構造を大きく変化させる原因となった。詳細は アキラ、ムガル帝国、サファビリ朝、及びオスマン帝国を参照1453年、コンスタンティノープルに入場する、メフメト2世ユーラシア大陸の16世紀は活気に満ちた時代だった。東アジアでは民が国際秩序の中心にあり、前世紀に比べれば、陰りが見られるものの経済も繁栄し、朝鮮王国や琉球王国は、 民の作法体制下で政治的安定を見ていた。日本では織田信長と豊臣秀吉によって国内の統一が進展。北ユーラシアではイヴァン4世が全ロシアのツァーリを称してモスクワ大公国からロシアツァーリ国へと脱皮した。南アジアのムガル町、イラン高原を本拠とするサファビー町、アナトリア西部に誕生したオスマン帝国は いずれもトルコ系遊牧騎馬民の軍事力を背景にして建国し、土着化し、勢力を伸ばしたイスラーム王朝であり、それぞれ政治的に安定し、文化が栄え、その首都は繁栄した。そこにはまた、それぞれの豊かな物産を求めて、多くの外国商人も訪れていた。中でも、オスマン帝国は1453年、1000年以上、続き、 南高フラクとされた東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルを陥落させた後急速に領土を拡大した。スレーマン一世一家の1529年にはハンガリー平原を越えてウィーンを包囲し、その晩年には西アジア、北、アフリカ、バルカン半島にまたがる大帝国となってヨーロッパのキリスト教世界に恐怖を与えた。その一方、 スレーマン一世は1536年にフランスのフランソは一世に恩恵としてカピチュレーションを与えた。オスマン帝国は1579年、エリザベス一世地下のイングランドにもカピチュレーションを与えている。ルネサンスの時代を迎えていたヨーロッパは繁栄するアジアに豊かな物産を求め、地中海域の東半を支配したオスマン帝国の領土を避けて大西洋に 新しい航路を求めた。詳細は、大航海時代及び、コンキスタドールを、参照1492年、イスパニョーラ島に上陸する、コロンブスアジアの物産の中でも、十字軍以来、イスラーム世界を通じて、ヨーロッパに知られ、高緯度地方の長い冬の食肉保存と味付けに、必要となっていった、香辛料は人々に渇望された。当時の香辛料は極めて高価で、 同じ重さの銀と交換されるほどだったという。ルネサンス期のイタリアでは、地理学や天文学に関する知識が急速に広まり、ホブネラシンバン・カホウについても、その実用化が進展していた。公開術も発達した。また、1494年、ルカパ調理はその著、スムマの中で、複式墓記を紹介しており、それ以後、ヨーロッパ各地で広く行われるようになった。 一方、かつてイスラーム勢力の支配下にあったイベリア半島は、キリスト教徒による再生副事業が1492年をもって完了し、ポルトガルとスペインの王や貴族たちは競って海外に進出し、キリスト教の布教に熱心に取り組んだ。大西洋からアフリカ西岸を大陸図体に南下し、希望峰を経由してインドのカリカットに到達したポルトガル人、バスコダガマ、 スペイン女王イサベル一世の講演により大西洋を横断してサンサルバドル島に到達し、後にアメリカ大陸の発見者と呼ばれたクリストファー・コロンブス自身はポルトガル人だったが、スペインをカルロス一世の支援を受けて人類最初の世界就航を成し遂げたフェルディナンド・マゼラン一行などの活躍したこの時代を大航海時代と呼んでいる。当時の南北アメリカには 戦死時代にアジアからベーディング海峡を渡った人々が独自の文明を発達させ、15世紀にはインカ帝国、アステカ王国や都市マヤパンが栄えていた。いずれも馬や鉄器を伴わなかったものの、インカやアステカはトウモロコシとジャガイモを主国とする農業、暦そして神殿や石像建築などが高度に発達した強大な先制国家だった。白人の持ち込んだ 天然痘によって倒れたインディアンたち。パイプを使ったタバコ治療が試みられている。しかし、16世紀前半にスペインは、インカ帝国に、フランシスコ・ピサロ、アステカ王国には、エルナン・コルテスなどのコンキスタドールを送り込み、彼らの暴虐や鉄砲、馬、またヨーロッパからもたらされた、天然痘などの伝染病によって両国は滅んだ。探検の時代から征服の時代となった。なお、 新大陸は発見当初、抗議のインドの一部だと考えられ、そこの住民は以来、インディオ・インディアンと呼ばれる。これは共に、インディアの人々の意味である。ポルトガルとスペインによる、新航路開拓と海外領土獲得競争が、白熱化すると、両国間に激しい紛争が発生した。さらに他のヨーロッパ諸国が、海外進出を開始したため、独占体制の崩壊に、 危機感を募らせた両国は、仲介をローマ教皇に依頼して、1493年に大西洋上に教皇による分解戦を定めた後、1494年にトルデシラス条約、1529年にサラゴサ条約を締結して、それぞれの勢力範囲を決定して、既得権を防衛しようと図った。詳細は、コロンブス交換を参照。アメリカの名称は、 フィレンツェ出身の地理学者、アメリゴ・ベスプッチが新大陸の実地調査に基づき、その著、公開誌の中で、コロンブスの到達した地はインドではないと主張したことによる。彼により、アジアではなく、新しい大陸であると確認され、1507年以降、彼の名にちなむアメリカが新大陸の故障として、一般的に認められるようになった。 ヨーロッパよりアメリカ大陸にもたらされたもので重要なものには、世界宗教としてのキリスト教、小麦サトウキビコーヒーなどの農産品、馬、牛、羊などの家畜、車輪、鉄器があり、また、ヨーロッパ白人自身も入植者として、それに含まれる。また、天然痘、マシン、インフルエンザなどの伝染病があった。免疫を持たなかったインディアン民族はこれら。 ヨーロッパからの伝染病によって激減した。口日するように、アフリカからは、インディアンの労働力を補う目的で、黒人奴隷が拉致連行された。また北アメリカでは、ウィスキーなどの酒は、インディアンやエスキモーたちとのありとあらゆる取引で使われた。酒造文化を持たないインディアンたちは、疑うこともなくて安く先に酔わされた挙句に、彼らの土地を売り渡す。 契約書に署名させられてしまった。21世紀の今日もアルコール依存症はインディアンやエスキモー民族を取り囲む病相の最大のものである。アメリカ大陸からヨーロッパやアジアにもたらされたものも多い。農産物としてはメキシコ原産のトウモロコシやサツマイモ、東洋種のカボチャ、唐辛子、アンデス高原原産のジャガイモや西洋種のカボチャ、 トマト、熱帯アメリカ原産のカカオなどが伝えられた。いずれも現代では世界中で重要な食料となっており、ジャガイモはドイツ、トマトはイタリア、唐辛子は朝鮮の料理にそれぞれ不可欠な食材となっている。また、カカオはココアやチョコレートの原料として用いられている。タバコはアメリカ大陸では全10世紀頃より最用の薬草。 つまり神々への捧げ物として用いられていたと考えられており、マヤ文明の絵画にも必演の習慣が描かれている。マヤ人たちはタバコを万能の下毒剤として用い、またその効用に魔術的な力を感じて儀式や占い、魔除けにも用いていた。コロンブスによってヨーロッパにもたらされ、当初は薬として使用されていた。家畜としてはモルモットがあり、 アンデス高原のように食用としては普及しなかったが、愛玩動物として、また生物学や医学のモデル生物として重要な役割を果たしている。課金としては斜面鳥があり、メキシコからスペイン人によってヨーロッパに伝わった。英語では中近東から伝わったホロホロ鳥と混同して、ターキーコックあるいはターキーヘンと呼び、後にクリスマスに食べる習慣が定着した。 またヨーロッパで特に評判を呼んだのがビーバーの毛皮だった。その毛皮は柔らかくて帽子の材料とされ、シルクハットも当初はビーバーの毛皮で作られていた。インディアンがビーバーの狩猟を得意としていたことからヨーロッパ人との交易の対象となり乱獲が進んで絶滅寸前まで追い込まれた時期もあった。また、その交易権をめぐって、 ヨーロッパ人同士あるいはインディアン同士の紛争の種にもなった。病気としては梅毒がある。元来はハイチの風土病だったのではないかと考えられ、コロンブス一行が現地の女性との性交渉によりヨーロッパに持ち帰ったとされる。アジアへはガマ一行が1498年頃インドにもたらし、日本には英承9年に中国より和光を通じて伝わった。詳細は ヨーロッパ諸国によるアメリカ大陸の植民地化及びスペインによるアメリカ大陸の植民地化を参照1533年、インカ帝国の滅亡アメリカ大陸は更新量を産出しなかったが、スペイン、ポルトガルなどヨーロッパ各地から多くの植民者が渡って植民地化の時代を迎えた。スペイン王室は植民者に先住民支配の信託を与えた。 征服者や入植者に対し、その功績や身分に応じて、一定数のインディオを割り当て、一定期間私役する権利を与えるとともに、彼らを保護して、カトリックに改収させることを義務付けた。これが、エンコミエン製である。間もなくインディオを私役して、鉱山で金や銀を掘り出し、カリ深い域では、トウキビの栽培が始まった。どちらも、現地の人々のためではなく、 ヨーロッパ大陸における需要のための生産だった。インディオは過酷な労働条件や伝染病のために激減し深刻な労働力不足に陥った。また、中道界の熱心な不況によりカトリックの教えが広まったが、これは魂の征服と呼ばれる場合がある。少し遅れてオランダ、フランス、イングランドも南北アメリカに進出し、カリブ海周辺では スペイン・ポルトガルの貿易独占を脅かした。また北アメリカ大陸では、狩猟、漁業、農業を営む植民地を広げていった。価格革命を参照このように、世界の一体化は16世紀の大航海時代に橋を発し、その過程において、従属状態に置かれたアメリカから、インディアン、インディオの強制労働によって生産されたギニア砂糖。 などの産品がヨーロッパに送られたことから始まった。ヨーロッパ人は労働力不足を補うための黒人奴隷をアフリカ西海岸に求めた。ここに西ヨーロッパ、西アフリカ、南北アメリカ大陸を結ぶ人とものの貿易連鎖、いわゆる三角貿易が成立し、大西洋を挟む4大陸の間に世界システムが形成されていった。また、アメリカ大陸からの銀の流入は、 ヨーロッパに急激な価格上昇をもたらし、資本家的な企業活動を行うには、極めて有利な環境が作り出され、公共によって商工業の発展をもたらした。川木と実ノルは、価格革命の要因を16世紀における人口急増に求めている。その一方で、固定した時代収入に依存し、何世代にも及ぶ長期契約で土地を貸し出す伝統を有していた諸公。諸行。 騎士などの封建領主層には全く不利な状況となって、領主の一層の没落を招き、銀河の下落によって、南ドイツの銀山を独占していた大富豪フッカー家も没落した。詳細は、ポルトガル海上帝国を参照太陽の沈まない国、スペイン一方、アジアにおいては、16世紀は活発な通称が行われ、東アジアから、 インド洋にかけて盛んに人々が交流していた。特に琉球王国は中国、日本、朝鮮、東南アジアを結ぶ中継貿易で繁栄の時代を迎え、日本の境や博多は自治都市として栄えた。そうした中、ヨーロッパからはるばるインド洋に達したポルトガル人は東南アジアや東アジアの通称に参入し、戦国時代の日本や琉球にもトライした。 ポルトガル人は、インドのゴア、マレー半島のマラッカ、中国のマカオ、広州、日本の平戸などの港に召喚を置いて通称し、また、イエズス会などカトリックの修道会が、中国や日本で布教を始めた。少し遅れて、スペイン人やオランダ人も通称に加わった。しかし、この時期のヨーロッパ人は、アジアにおける政治秩序や文化を犯すことはできなかった。すでに、 アジア人相互の通称が盛んで、それぞれの国では、統治制度も極めて高度に整備されていたからだった。豊かなアジアの国々は、鉄砲をはじめ、西洋文化に強い関心を持った日本を除くと、ヨーロッパ産品を特に必要としなかった。なお、鉄砲は、1543年に種ヶ島に漂着したポルトガル人が伝えたとされる。しかし、 軍事視野の宇田川武久は、それが和光が用いたアジア製の模造品である可能性が高いことを指摘している。ミニア・オスマン帝国などのアジアの大国の軍隊では、大砲を中心に火器もかなり普及していたが、火薬の原料として必要な小石は日本と異なり、家畜の飼育が盛んだったため、十分自給できていた。逆に、ヨーロッパの人々は、香辛料、陶磁器、 絹織物、茶などアジアの物産を大いに求めた。結果的に、これら産品を購入するための対価としては、メキシコやペルー、ボリビアなどで産出された銀が充当された。アメリカ大陸や日本の岩見銀山、陸の銀山からの銀が大量にアジアに流れることによって、16世紀後半のアジア経済はさらに、活況を呈することとなった。そして、 明朝では1565年に銀を用いた納税方法である一条弁法が採用され、1570年代以降には全国に波及して税制が簡素化されていった。詳細は太陽の沈まない国及び無敵艦隊を参照。無敵艦隊の敗北戦5 7 1年。スペインはローマ教皇、ベネツィア共和国と連合してデパント海戦で、 オスマン帝国海軍を破り、同年マニラを占領して、アジアにも拠点を確立した。1580年、スペイン系ハプスブルク家は、ポルトガル王位を兼ねることとなり、ヨーロッパ大陸では、ネーデルラントや、南イタリアなどを俗領とし、中南米やフィリピン、旧ポルトガル領の海外植民地を含めて、太陽の沈まない国を実現した。絶頂期にあったのは、 フェリペ2世の在位中だったが、これに対し、イングランドのエリザベス1世が、スペインの派遣に挑んだ。エリザベスは、海賊たちが、スペイン戦を襲うのを公認、奨励した。1577年、南イングランド出身で熱心な新京都でもあった、海賊フランシス・ドレーク船長は、新大陸沿岸を航行する、スペイン戦を、死略戦で、次々に襲って、銀を奪い、 莫大な富を得て、そのまま太平洋を横断し、イングランドに帰還して、史上2番目の世界就航者となった。なお、エリザベスは、フェリペ2世の抗議にもかかわらず、ドレークを騎士に助している。カトリック系のスペインに対し、カルバン派が多いネーデルラントがスペインに対して、反乱を起こしたところ、イングランドはネーデルラントを支持した。後世、オースティン・チェンバレン、ネル・チェンバレンのイボニーも、 定地の独立こそイギリスの主要利害であり、その国境は我々の国境であり、その独立の喪失は我々の独立に対する致命的打撃となると述べている。そのため、イングランド・スペイン間の関係は悪化した。1588年あるまだの海戦により、イングランドがスペインの無敵艦隊を壊滅したことを契機に、スペインの勢力は下り坂に入り、 商業の発展が著しい北部ネーデルラントとイングランドが発見争いを繰り広げることとなった。オランダ海上帝国大西洋経済圏の形成はヨーロッパ内部の経済構造にも大きな影響を与えた。中世以来の地中海、バルト海を舞台とする商業活動に大西洋貿易が加わり、やがて貿易量や扱う産品の重要性において前者を圧倒。イタリアや 南ドイツの諸都市に代わってリスボンなど、大西洋に面した都市が繁栄することとなった。大西洋貿易の中心となった西ヨーロッパでは、生産の促進と雇用の増大が見られ、毛織物生産や柿、雑貨、造船をはじめとする工業や小麦を、主とする農業が共に活性化し、その後の資本主義の展開の土台が形作られた。その一方で、エルベガ島の東、ヨーロッパ、 特に、バルト海沿岸地域では、拡大する西欧経済からの穀物や、木材の需要に支えられ、領主が農土を刺激して、西欧向けに穀物を作らせる、農場領主制が発展した。これは、農土性の創設及び強化を意味しており、その結果、麦と木材は、西欧に輸出され、対価として、領主たちは、西欧の工業製品を購入した。東欧経済は、 西欧に対し、従属的な位置に置かれることとなるが、農場経営者である、領主貴族には、富がもたらされた。詳細は、オランダ黄金時代を参照ボイナ事件、西ヨーロッパで生産された、毛織物は、アメリカ大陸の植民地にも送られた。アメリカ大陸の銀は、スペインによって開かれた赤プルコマニラ航路などの太平洋航路によって、アジアに送られて、 香新量などと交易され、その結果、毛織物工業は、西ヨーロッパにおける、基幹産業となっていった。15世紀末から17世紀前半にかけての、イングランドでは、牧用地の確保のために第一次囲い込みが行われ、多くの農民が土地を失った。トマス・モアはこのことを、主張、ユートピアで、羊が人を食うと批判した。太陽の沈まない国スペインのハプスブルク。 帝国において、その経済の中心は毛織物生産の盛んなネーデルラントだった。イングランドやフランスにおけるカトリック勢力に対するスペインの支援は混乱を招き、俗領ネーデルラントの商人や貴族の間にはプロテスタントの信仰が浸透した。スペイン本国の産業は基盤が脆弱であり、アメリカで獲得した富はネーデルラントに流出していった。 対抗改革の中心だったスペインは、フェリペ2世の時代にカルバン派の商工業者の多い、ネーデルラントにカトリックを強制したため、それに反発した人々の間に80年戦争が起こって、次第にスペインの支配から離反していった。ネーデルラントのカルバン派は、ごセンと呼ばれた。スペインは、アルマダの戦いで、イギリスに敗れ、フランスとの間のフランススペイン戦争にも敗退して、 17世紀には衰退に向かっていった。北部ネーデルラント7州は、スペインとの戦争中の1581年に、連邦共和国として独立を宣言し、17世紀初めに事実上の独立を果たした。共和制オランダは、ヨーロッパの経済活動の中心となり、1602年、アジア貿易に従事する障害者を統合し、世界最初の株式会社である。 オランダ東インド会社をバタビアに成長を置く総督の下でオランダ領東インドに設立し同社を先頭に盛んに海外に進出した。愛前後して1600年にはイングランドがイギリス東インド会社を設立した。これはエリザベス女王より貿易独占権を付与された会社だったが、ここでは17世紀半ばまでは一公開ごとに出資者に利益を分配する仕組みを取った。 イングランドとオランダの両国は、豊臣政権から権力を奪取した徳川家康に接近し、日本におけるスペイン、ポルトガルの権益を奪い取っていった。とりわけ、オランダは1623年、モルッカ諸島のアンボイナ島でイギリス将官の日本人傭兵がオランダ将官の様子を探っていたとして、アンボイナ事件を起こし、イギリス勢力の駆逐に成功すると、 キリシタン勢力の休合による倒幕を恐れる徳川、幕府に巧みに接近し、島原の乱に前後して、スペイン、ポルトガルの勢力を日本から追い出すことに成功して、長崎の出島において、対日貿易の独占を果たした。オランダは、アジアへの重要中継点をポルトガルから奪い、ジャワ、スマトラ、モルッカを植民地とし、交流貿易を盛んに行って、六百十九年、 その拠点をジャワのバタビアに置いた。さらに台湾南部のゼーランディア城、北米のニューアムステルダム、南アフリカのケープ植民地、南アジアではセイロン島のコロンボなどを拠点に海外に勢力を拡大した。タスマンによる南太平洋探検も行われた。オランダの繁栄は、主として中国やインド、ベトナムの木糸を日本に運んで銀、銅を入手し、 それを元手に、香辛料、砂糖、茶、陶磁器などのアジア産品を獲得して、アジア各地、イスラーム世界、ヨーロッパに転売したことによる。この、オランダの流星を、覇権と呼ぶことができるかどうかについて意見が分かれている。山下の利久も、ポルトガルやイギリスが、ヨーロッパアジア間の交易にこだわったのに対し、オランダの場合は、アジア域内の貿易量が、大和間のそれよりも、 はるかに多いことを示し、近世のヨーロッパ及びアジア帝国の完結性に穴を奪った意気、際的性格の強いものだったことを指摘している。また1630年にはペルナンブーコ州など、ブラジル北東部沿岸4州なども奪い、アジアから持ち込んだサトウキビのプランテーションを経営した。その繁栄は必ずしも長続きしなかったが、 オランダが香辛料以外のアジア産品の重要性に気づいたことやアメリカ大陸及び西インド諸島でサトウキビの大農場経営を展開したことはヨーロッパ諸国を刺激し各地の経済を大きく変えていく契機となった。こうしてオランダは17世紀前半には商業、金融、海運などの分野で派遣を握りバタビアを拠点とするアジアうち貿易、 ケープとセイロンに拠点を有した、インド洋での中継貿易、大西洋三角貿易、バルト海貿易のいずれにおいても、圧倒的な競争力を持ち、自由貿易を推進していった。首都アムステルダムは、リスボンに代わって、西ヨーロッパ最大の商業を、金融都市として繁栄した。1630年当時、オランダが保有した商船の数は全ヨーロッパの商船の 約半数に達した。なお、1634年から37年にかけては、アムステルダムでトルコ産チューリップの球根栽培の権利取引が加熱化し、球根一つに贅宅2個分に相当する値がついたという。このことをチューリップバブルと呼んでいる。オランダの木工は芸術面でも新しい動きを生んだ。ルーベンスや、 バンダイクなどフランドル派と呼ばれたバロック作家が宗教画や肖像画を多く描いたのに対し、オランダ画派に属するレンブラントは市民生活や風物を多く描いた。フェルメールやピーテルデ方ホ,ホもまた、オランダ黄金時代の風俗画家として知られる。詳細は、宗教改革、30年戦争、及びベストファーレン条約を参照1632年、リュッツェンの 戦いヨーロッパ全体で見ると17世紀のヨーロッパは16世紀の公共から転じて全般的に不況に陥った。これは17世紀の危機と称されている。気候が寒冷化して農作物の不作が続き薬病が流行して人口も減少した。1517年にマルティンルターが95箇条の論題を発表して以降はカトリック、 プロテスタント間の宗教対立が各地で激化し、魔女狩りも横行した。このような状況のもと、ヨーロッパ各国の王は神税を課し、中央集権を強化しようとしたので、貴族などが反発し、農民一揆も重なって混乱が続いた。スペインの財政破綻もその一例であるが、17世紀における最大の混乱は30年戦争だった。30年戦争は、 神聖ローマ帝国における宗教対立と複雑な地域の事情が複合して始まった。ほとんどヨーロッパ中の国々が介入した。この戦いによってドイツの人々の生活は踏みにじられ、その社会は荒廃した。1648年のウェストファイリア条約により、神聖ローマ帝国内の閣僚主は主権を認められ、 カルバン派は公認されて、オランダとスイスの独立も正式に承認された。結果として見れば、ハプスブルク家の乾杯であり、同家はこの後、その軸足をオーストリアに移すこととなる。16世紀以降、ヨーロッパでは、イタリア戦争、ユグノー戦争、フロンドの乱、30年戦争など各地で戦争や内乱が続いたが、その間に、列国は領土を広げ、 財政と軍備を整えただけでなく、海外にも進出して、派遣を競い、植民地を広げた。こうした弱肉強食の戦争と競争を繰り返した16世紀から17世紀にかけてのヨーロッパでは、新しい国際秩序が出来上がっていった。オランダのフーゴーグロティウスは、国際法の確立を提唱し、それぞれ主権を主張する国々は、宗教や文化の違いを超えて、 対等に外交交渉を繰り返し、戦争のルールを定め、勢力均衡を図ることとした。この主権国家体制は、ウェストファリア条約に結実し、その後、現代に至るまで国際秩序の基本となっている。17世紀前半はま、中国大陸では16、1616年にヌルハチによって統一された、女真族が満州の地に、アトキン王朝を建国。 続く本太治が内モンゴルを併合して、順次帝の角の1644年には、理事政を追って、皇三景を先導に、北京に入城し、民に代わって、中国支配を開始した。続く、後期帝は、中国史上最高の名君の一人と称えられる。彼は、文化の振興を図り、三藩の乱を沈め、帝止政権を滅ぼし、台湾を支配し、漢民族を支配下に置いた。 また、後期帝は1697年に、ジュンガルのガルダンハーンを滅ぼし、モンゴル高原を支配下に収め、さらに、ロシアとの間に対等条約である、ネルチンスク条約を結ぶなどの対外活動も、充実させて、安定した知性を実現した。ロシアとの交渉は、イエズス会宣教師が行い、交渉用語には、ラテン語が用いられた。は、公式文中の、 両国は、で始まる文言をことごとく、中国は、とする一方的な命令口調に改ざんし、対外的には朝交関係として、これを理解させた。朝鮮王国は、琉球王国も1609年に、薩摩藩に服属したが、中国との朝交貿易は続いた。日本では、関ヶ原の戦いで勝利した、徳川家康が1603年に、江戸幕府を開き、 将軍と配下の大名による爆藩体制の下で長い統一時代に入った。幕府は海外からの物資の安定供給を目指して、津島藩を通じた朝鮮国との和平や、薩摩藩への琉球王国への影響力の行使の承認、正木藩への愛のとの貿易の独占権の承認など、東アジア地域との外交を進めたほか、ポルトガルとスペイン、オランダ、 イギリスのヨーロッパ諸国との貿易や日本人による主因線貿易を推進した。主因線貿易を通じて多くの日本人が東南アジアに進出して各地に日本庁を建設した。しかし、主因線貿易の結果として浪人が働き口を求めて東南アジアに移住し、ヨーロッパ諸国や東南アジア諸国の傭兵として利用されるようになり、 戦火が衆院戦貿易に及ぶことで幕府の権威が侵される危険性が高まった。また、衆院戦貿易や南蛮貿易の進展によって、日本国内におけるキリシタンの人口が増え、幕藩体制を乱す邪教とみなされた。その結果、幕府の権威を守り、カトリックの近況を徹底する観点から1610年代以降、幕府は貿易や出入国の管理、 統制を強化していき、1610年代にはヨーロッパ諸国の船の来航が長崎と平戸に限定され、1620年代にはスペイン船の来航とフィリピンへの日本人への渡航が禁じられた。1630年代半ばには中国人やヨーロッパ諸国、東南アジアとの貿易を管理していた長崎奉行への命令により、日本人の東南アジアや台湾方面への渡航と、 日本朝在住の日本人の帰国が禁じられ、また中国人を長崎に収中させ、ポルトガル人を長崎の出島に収容させた。島原の乱の翌年の1639年には、幕府はポルトガル人の来航を禁じ、1641年にはオランダ人が出島に収容された。その結果として、幕藩体制の下では、長崎と津島、薩摩、 マサキの四つの拠点が、貿易や外交、国防の拠点となった。また、幕府は民から清氏への交代を背景に、日本を中華として位置づけ、朝鮮通信市や琉球からの謝恩市、敬和市、オランダ省官庁の江戸への散布などを、幕府への長工施設のようなものとみなし、幕府の権力、権威の正当化に利用した。貿易、外交、出入国などにおいて、が取った。 国際関係に関する政策は、18世紀末以降、ロシアやアメリカ合衆国などの通商要求を拒否する観点から、鎖国と認識されるようになった。幕府は17世紀後半には、文字政治に転じ、五大将軍、徳川綱吉の時代には、都市、農村ともに著しい経済成長を遂げる。神殿開発が盛んとなり、国内航路も整備されて、大阪を中心とする。 国内市場が形成され、髪型を中心に、元禄文化と呼ばれる、町人文化が花開いた。ロシアでは、内乱や農民反乱、ポーランド王国の侵入などの動乱を経て、ミハイル・ロマノフが1613年に、ロマノフ王朝を建て、政教を報じる北方の先制国家として、領主制支配を強めて、シベリアに領土を広げていった。当初は、 西欧と深い関わりを持たなかったロシアだったが17世紀末頃にピョートル一世が現れると西欧化政策を推進する一方後期定地下の新朝との間に常実のネルチンスク条約を結んで国境を確定したイスラーム世界においては17世紀はムガルアサインドのアーグラのタージマハルサファビーアサイランのエスファハーンのイマームのモスクなど イスラーム建築の最高傑作が作られた時代だった。ブガル町では16世紀後半から17世紀初頭にかけて現れたアクバル大帝がヒンドゥー教徒の有力者を政権の重要な地位につけ人道税を廃止するなど融和政策をとって統治は安定したが17世紀後半にアウラング税部が即位するとこのような妥協をやめ イスラーム法の規定を重視した厳しい統治に転じたため各地で反乱が相次ぎ帰って政権の基盤を弱める結果となった16世紀初頭にイラン高原の神秘主義集団のリーダーだったイスマー・イール一世によって建てられたサファビー朝はシーア派を国境としペルシアの伝統的な王の称号をシャアを用いたこのようにサファビー朝はイスラーム政権であると同時に 国民国家の要素も持っており、アッパース一世の時に最盛期を迎えた。彼はオスマン帝国からアゼルバイジャンを奪回し、1622年にはイングランドと結んでポルトガルと戦い、ホルムズからポルトガル勢力を追放し、また帝国を脅かしていたウズベク族を討伐した。イングランド、オランダ、フランスとは同盟を結んで友好関係を築いた。首都、 エスファハーンは世界の半分と呼ばれるほどの繁栄を見たが、彼の死後、間もなく、オスマン帝国の逆襲が開始され、10年も経ずに、イラクは奪還された。第二次ウィーン包囲、ウィーンのソビエスキ16世紀から17世紀前半のヨーロッパは、最盛期のオスマン帝国に包囲され、常にその脅威にさらされていた。デパント海戦後もそれは変わらなかった。1612年、 オスマン帝国はオランダにカピチュレーションを認めている。17世紀の半ばを過ぎると、オスマン帝国はロシアやヨーロッパ諸国に対して武器や戦術の面で遅れを取り、軍事的に劣勢となった。17世紀末の第二次ウィーン包囲に失敗して、以後、支配地は徐々に縮小し、財政状況が悪化した中央政府の意向と権限は地方に届きにくくなった。 欧州諸国との16年にわたる大トルコ戦争のあと1699年に結ばれたカルロビッツ条約ではオスマン帝国の領土が初めてヨーロッパの国に割譲されることとなった。17世紀前半には世界経済の覇権を握ったオランダだったがフランスとイングランドが輸出入の調整に基づく貿易収支の黒字化と国内産業の保護育成を核とする。 重症主義政策を採用し、貿易競争に、本、イングランドでは、エリザベス一世に、後継者がいなかったことから、スコットランドより、スチュアート家のジェームズ六世を、イングランド王ジェームズ一世として招いた。しかし、王権侵説の信奉者である王と議会とはしばしば、対立し、1621年には、議会の大抗議が起こっている。なお、 1623年のアンボイナ事件によって、マラッカイ島のアジアのイングランド勢力は、オランダ勢力によって駆逐され、同年、平戸召喚を閉鎖して、日本との交易からも撤退している。この後、イングランドはインドへの進出に専念するようになる。次のチャールズ一世の代になっても、権利の請願、スコットランド反乱、議会の大歓送など、政治の混迷は続き、 王と議会の対立はついに内戦へと発展。1649年には国王チャールズ一世が処刑されてオリバー・クロムウェルによる共和制が始まった。クロムウェルは様々な特権や産業統制を廃止し、オランダの金融政策や財政政策を学んで商工業の発展に努力し、1651年には仲介貿易における オランダの優位性の打倒を機として公開条例を発布第一次英ン戦争を引き起こしてオランダの海上圏に打撃を与えた。王政復興後イングランド軍が北米オランダ植民地ニューアムステルダムを占領したことを発端としてチャールズ2世をいただくイングランドとヨハンデウィット率いるオランダとの間で第二次英ン戦争が起こった。戦争の結果イングランドが勝利し ニューアムステルダムはイングランド領となってオランダは北米における拠点を失うこととなった。これによりオランダは大西洋の海上権を失い転落傾向を見せるがその理由や背景としては以下の書店が考えられる。オランダの主力商品だったアジアの香辛料の人気が落ちたことイギリスの主力商品だったインド産の綿布が大流行し始めたこと。香辛料は 消費、需要が限られていた。綿製品は潜在的需要がはるかに高かったのみならず、祖父を輸入して、加工、再輸出するという産業を起こす基盤にもなった。もっとも、イギリス東インド会社は、初めから長期的展望を当て込んで、キャラ子を選んだわけではなく、香辛料の買い付けから締め出され、戦争を満たすためにやむを得ず、持ち帰ったキャラ子が当たった。三時にわたる、 英ン戦争とフランスによるネーデルラント継承戦争で国力を消耗したこと、依然として豊かなオランダ資金がイングランドの産業に投資されるようになったこと1640年にポルトガルがスペインとの同訓連合を解消し、オランダ政府と休戦条約を結んだため、オランダ勢力がポルトガル植民地に食い込むことが不可能になったこと第3次。英ン戦争は、 フランスの始めたオランダ侵略戦争にイングランドが協力する形で始まった。1673年、イングランドとフランスは大艦隊を組織してオランダを襲ったが、オランダの名帝徳、ミヒール・デロイテルに撃退された。この後、オランダ総督ウィレム3世は、オーストリア・スペインと同盟を結んで、フランスを包囲、フランス軍を撤退させた。戦局振るわず、 財政危機に陥ったフランスは1675年多額の戦争資金を募りスウェーデンの参戦を流した。しかしスウェーデンのドイツ進行はドイツ諸行の反感を買いその最前線にあったブランデンブルク選定校はオランダと同盟を結んで対抗した。ブランデンブルクプロイセンの交流は後の英,英仏関係にも大きく影響を及ぼすこととなった。さらに イングランド議会ではオランダがフランスの手に落ちればイングランドはフランス重商主義によって経済的に屈服させられるという声が高まりチャールズ二世に新仏路線の撤回を求めたこのため1677年にチャールズ二世は弟ヨーク公の娘メアリをウィレムに嫁がせて同盟を結んだプリマス公のメイフラワー号をオランダ勢力によって東南アジア 東アジアから締め出されたイングランドは17世紀マドラス、ボンベイ、カルカッタと盛んにインドへ進出した。インドにおける主力商品はメンプと茶だった。ルネサンス時代にヨーロッパにもたらされたインドメンプは爆発的な人気を呼び17世紀中4以降のイギリス東インド会社はこの貿易によって莫大な利潤を得た。 カリカット港から輸出された綿布は特に良質で、この赤出港の名が生まって、キャラコと呼ばれた。茶は、後に豊かになったイングランド人の国民的な飲料となっていった。アメリカ大陸へは1607年にバージニア会社によってバージニア植民地が設立されたのが、記録上最も古い成功例である。入植した約100人の男たちは、 インディアンの攻撃から身を守るために高い柵で囲んだ三角形の町ジェームズタウンを建設した。しかし、最大の敵はむしろ病気と飢餓だった。この時探検家、ジョン・スミスが、ポーハタン・インディアンの娘ポカ・ホンタスに助けられた、武勇伝は有名であるが、当該者のポーハタン族は、全くのデタラメであると完全否定している。バージニア植民地議会が開設されたのが1619年で、 あり、同年、タバコ裁判のために必要だとして、黒人奴隷の輸入を決めている。バージニアは1624年には、王領植民地となった。地域名は、諸状をエリザベスに、ジェームズタウンの名は、ジェームズ一世にちなむ。ニューイングランドは、1616 16年に、イングランドで入植者の募集が行われたのが、地域名の由来である。ジェームズ一世下の1620年。 ピルグリムファーザーズと呼ばれた、イングランドのピューリタンが信仰の自由を求めて、メイフラワー号に乗って、アメリカに渡り、プリマスの港に到着した。その後、1629年マサチューセッツ湾植民地、ニューハンプシャー植民地、1636年、ロードアイランド植民地など各地に、自治植民地が作られた。1637年には、北のルーベルフランス。 南のニューネーデルラントに対抗するため、ニューイングランド連合が結成されている。入植者たちは、インディアンに対しては、キリスト教の布教やヨーロッパで作られた製品、特に銃など金属製品の譲渡で大きな影響を与えた。銃は狩猟用で与えたつもりだったが、その数が増えれば、特定の種族の力が上がり、他部族を追い払うか絶滅させるところまで成長した。 色濃い連邦がその例であるが、イギリスやフランスがその力を利用して、植民地の主導権争いを続けたことも事実であり、それは現在も続く長いインディアン戦争の始まりでもあった。植民地への入植初期に、特に海岸地方では、見境もなく木を切り倒して、暖房や家屋の建築に利用した。また、良い材木はヨーロッパ向けに輸出した。 このために芝叩く間に樹木を消失させ、荒涼とした風景を現出させた地域があった。世界的に見ても森林破壊の初期の例である。これは後にペンシルベニアで製鉄業が起こってきた時に工業燃料として森林を伐採することで繰り返されたが、石炭の利用の開始により、なんとかそれ以上の進展を食い止められた。なお、 1664年の第二次英乱戦争の結果英領となったニューネーデルラントでは中心都市ニューアムステルダムの名がニューヨークと改められた。これは国王チャールズ2世が弟のヨーク公に与えた土地であることに由来している。詳細は第二次百年戦争を参照30年余りに及ぶヨグノー戦争はフランス国内を荒廃させたが、 16世紀末にアンリヨン世が即位してブルボン朝が始まり、なんとの直令を発布して国内の宗教対立に終止符を打った。1608年にはケベック市が建設されてカナダ植民の拠点となった。次のルイ13世は30年戦争に介入。フランスはカトリック国でありながら新教側に立って参戦した。この戦争によってブルボン家にとっては宿敵だった。 オーストリア・スペイン両ハップスブルク家に対して優位性を獲得した。なお、1642年にはカナダにモントリオール市が建設されている。フランス最後の貴族の反乱となったフロンドの乱が、平定された後の1661年には、太陽を類14世の申請が始まり、同年ベルサイユ宮殿の造営が開始され、貴族をここに居住させている。 フランスの絶対王政は、貴族を王の経済的保護のもとに置くことで、政治的権力を奪い、中央集権体制の実現を図っていった。そして、豪奢な宮廷生活、官僚制の整備、ヨーロッパ最大の常備軍の維持のため、ジャンバティスト・コルベールらによる重症主義政策が採用された。陳は国家なりの言葉で知られる、ルイ14世は、 領土の拡大は最も気持ちの良い仕事であると豪語し、自然国境説に基づいて度重なる侵略戦争を行った。ヨーロッパにおける南ネーデルラント継承戦争、オランダ戦争そしてファルツ継承戦争である。一方東洋進出においても、1604年に設立されたがすぐに衰退した。フランス東インド会社をコルベールが1664年に再組織して本格化し、 インドではシャンデルナゴルやポンディシェリを根拠地としてイギリスに対抗しようとした。またアメリカでは1659年に西インド諸島のサンドマに進出しサトウキビのプランテーション経営を行った。1682年にはミシシッピ川流域一帯のフランス領ルイジアナへの植民が始まった。ルイジアナの地名は太陽王の名にちなんで。 フランス人ラサールによって命名されたものである。フランスはカナダとルージアナでは主に毛皮貿易に従事しカトリック布教も言った。フランス東インド会社は1742年以降はデュプレクス総督の下でインドの支配権をめぐりイギリスと争った。イングランドでは王政復興後もチャールズ2世がカトリック官僚を採用するなどカトリックの復活を期とし、 極端な反動政治を行ったため、議会は審査率や人身保護率を発して、それを牽制した。さらに次のジェームズ2世も同様の先制政治を行ったため、ついに議会は1688年王を廃位し、プロテスタント信者で王家の血筋にあたるオランダ総督、ウィレムとメアリの夫婦を迎えて、権利の宣言を認めさせた。この政変は、流血の惨事なく、 行われたことから名誉革命と呼ばれている。ウィリアムとメアリは翌年、権利の宣言を権利焦点として発布し、イングランドはこれを機に立憲君主国へと変貌を遂げた。イングランドで発達した議会制度と法治主義は、後世、諸国の模範とするところとなった。1688年、ルイ14世がドイツのファルツ選定校の領土に対し、 王帝オルレアン皇の日の継承権を主張して戦争を起こしたのに対しイングランド、スペイン、オランダ、ドイツの皇帝、諸皇はアウクスブルク同盟を結んでフランスのファルツ継承を阻止した。北米では英王ウィリアム三世にちなんでウィリアム王戦争とも呼ばれる。この戦いは第二次百年戦争と呼ばれる長い英仏構想の先駆けとなった。詳細は科学革命を 参照科学革命とは歴史学者ハーバート・バターフィールドが1949年に提唱した時代名称でニコラウス・コペルニクス、ヨハネス・ケップラー、ガリレオ・ガリレー、アイザック・ニュートンらによる科学上の発見と科学哲学上の変化のことである。これは主として17世紀に生じた大変革だった。この時期に起きた科学認識の変化はまず宇宙間にあった。 それ以前の天動説が否定され、地動説が唱えられた。地動説は、単に惑星位置の計算方法の変更にとどまらず、大きなパラダイムの変革だった。ニュートンは若くして、微分析文学と工学、万有引力などの処方則、定理を発見した。誰にでも、検証可能な方法によって、時節の正しさを証明するという方法が取られ、始めたのもまた、 この時代からだった。それ以前は哲学的心理の追求が中心であり、科学的証明はあまり重要視されてこなかった。ガリレーは玉を転がし、振り子を往復させ、誰でも同じ実験を再現できることを示すことによって、自説を証明した。ケプラーはルドルフ製表を作り、天動説よりも地動説の方が、より精密に惑星の運行を計算できることを明示した。 これらの手法は哲学にも大きな影響を与えた。フランシス・ベーコン、ジョン・ロックなどのイギリス経験論、ルネ・デカルト、ブレイズ・パスカルなどの大陸合理論が現れ、近代哲学が始まったのも17世紀だった。ピューリタン革命を避けて、フランスに亡命したトマス・ホップズは、リヴァイア・さんを表して、絶対王制を擁護したが、社会も国家も人民の契約により成立するとした。 社会契約説を解いた点に新しさがあった。経験論哲学のロックも社会契約を解き、市民政府二論では自然権の中心を財産権に置き革命権を唱えて名誉革命を支持した。またその思想はアメリカ独立戦争にも影響を与えた。タバコを生産する黒人奴隷17世紀後半、アジアにも押し寄せた。 価格革命の影響は収束し、日本の鎖国、真の貿易統制の影響もあって、公易は次第に衰退した。ヨーロッパで17世紀末に供給過剰によって、腰を価格の大暴落が起こると、国際公易はさらに衰退し、ヨーロッパ諸国は東南アジア進出から領域支配へと進出の方向を転換し始めた。香辛料を主力商品としていたオランダはその価格の 下落によって交代を余儀なくされた。代わって世界商品となったのが潜在的需要の多いインド産の麺酒と麺織物、アメリカ産のタバコ、豊かになった市民層の飲料となった中国、インド産の茶、エチオピアからオスマン帝国に広がってヨーロッパで大流行したコーヒー、そして茶やコーヒーに入れるための砂糖だった。イスラーム法では飲酒は禁じていたが、 コーヒーには規定がなかったため飲むべきか否かで論争が起こったという。結果的にはトルココーヒーは大流行し西欧に先んじて各地にコーヒーショップができた。それに伴いイギリスやフランスが台頭し互いに熾烈な植民地戦争を繰り広げることとなる。しかし貿易において17世紀から18世紀にかけての対アジア貿易は中国。 インド側の優位のもとに成り立っていた。ヨーロッパ各国は砂糖を入手するためアフリカの黒人奴隷を運搬し、ブラジルやカリブ海周辺などの中南米で奴隷製プランテーションで砂糖生産を行うようになった。また砂糖キビはラム酒の原料ともなり、主に北米植民地で加工されてヨーロッパに運ばれ、オランダやイギリスで愛飲されるようになった。プランテーションはやがて、 北米バージニアのタバコやトルコから移されたコーヒーなど他の農産物にも広がった。ニューヨークやボストンの港は奴隷貿易港として栄えるようになった。アメリカでは東部のインディアン部族が奴隷化され、またアフリカ黒人と根血したインディアンは色付きと呼ばれ、黒人の一種とみなされて奴隷にされるものも多かった。黒人奴隷はアフリカから来た黒人のみを指さない。一方、 アフリカ大陸では部族間の対立が続いており、奴隷商人は部族間戦争の捕虜を買い入れ、火器や工業製品を売った。こうして部族間戦争は奴隷狩りを目的とするものに変質し、戦闘は激しさを増した。壮年層が減少したアフリカ社会は活力を失って荒廃し、その経済も壊滅的な打撃を受けることとなった。ありがとうございます。